楽譜書く。アナログよりもデジタルだ。作った譜面、簡単シェア。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。趣味で楽器を演奏する人は多いですよね。最初のうちは楽譜を見ながら好きな楽曲を演奏できるように練習することになるんですけれども、上達してくるとアレンジを加えてアドリブをしたりする人も増えます。それがうまくいって満足しても、その時の感覚でアドリブしたので同じ演奏ができなくなって後悔してしまうことがあるんですよ。そんな残念な気分にならないように、演奏したコードを譜面に書き起こす人もいてるんですが、手書きするのって結構面倒ですよね。そこで出番になるのがフィナーレなんです。デジタルで楽譜を簡単に作成できるだけではなく、作成した譜面をシェアすることだってできるんですよ。楽器の変更や楽器別の異調譜、パート譜の修正など、手間のかかる作業を短時間で済ませられるのが便利なんです。世界中でプロの音楽家が使用してるだけあって、搭載している機能は誰もが満足できますよ。今回の短歌は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、短歌部でした。